はい、洗濯屋太郎です。はい、スカーフですね。はい、エルメスのスカーフになります。はい、お品の中央部ですね。はい、まあ、もう転職がすでに始まっているような、状態ですね。はい、あと、まあ、お客様の方でね、シミのある部分に、押し打ちをしていただいてあるんですけれども、こちらですね、はい、まあ、こちらもシミというよりね、まあ、もちろんシミの付着にはともなってのことなんですけれども、色がね、もう抜けている状態ですね、脱色した状態です。はい、こちらの方につきましてはね、まあ、可能な限りご処分で、目立たないと、処理できればね、まあ、いいんではないかと思いますけれども、まあ、どこまで治るか分かりません。はい、ただね、この中央部のこの黄色いシミですね、はい、こちらの方はね、やはり確実に取り除いておきたいところですのでね、はい、まず進めてみたいと思います。はい、まあ、少し進めてきましたけれどもね、はい、なんとか除去できそうですのでね、はい、続けてやっていきたいと思います。ご利用ありがとうございます。はい、エルメスのスカーフの、シミ抜きが仕上がっております。はい、お品の中央ですね。はい、この馬の、柄のね、部分ですけれどもね、はい、この辺りにね、きついね、変色した基板が付着していたんですけれどもね、はい、シミ抜きをして除去させていただいております。はい、この辺りに確かありましたかね。はい、他にもね、まあ、何箇所かあったんですけれどもね、はい、その全てを除去させていただいております。それとあと縁の部分ですね、この、縁の部分に、色あせを伴いながらね、シミが付着していた箇所があったんですけれどもね、はい、あ、ここですね、この辺りに感じました。はい、まあ、完全とはいかなかったんですけどもね、やはりね、当初はね、まあ、かなりね、目立つ、まあ、トラブルだったんですけどもね、はい、探さなければね、もう本当に過ごしてしまうようなね、そのぐらいのレベルにまではね、改善、することができております。はい、まあ、このような感じですね。はい、エルメスのね、スカーフ完了しております。シミ抜きが、はい、ご利用ありがとうございます。